で音出す。で、米ビュー、OK。よし、音 OK かな。どうも、ぬくみずが来ました。はい、まこはげ。今日もアラームウェイクやっていくよ。今日ちなみに何本抜けた？まあ自分の場合、基本普通の人の2倍にって考えるね。音大きくない？大丈夫？ちょっとこっちで聞いてると大きいんだけど。ちょうどいいです。ちょうどいい。あ、ありがとう。そう、一応前回あのアンダーソン兄弟の農場を探しに来ました。ここですね。で、そこの野外ステージで汚い花火を打ち上げました。よし。バイキングの船があるよ、これ。いいね、いい趣味してるよ。連中のことが俺の耳に入ってこなかったんだ。オジー・オズボンも知らなかったくせによく言うよ。さすがアーティスト、センスいいな。そう、アンダーソン兄弟っていうのは精神病に入れられたあの、兄弟なんですけどね、実はアーティストなんですよね。さあ、なんかあるかな。まあ、バディにいるから多分敵は出てこないと思うんだよね。あ、コーヒーポット発見。弾は32、ショットガン32。そう、この間花火のところでめっちゃ溜めたので、すごい重装備今。何が来ても怖くないこれ。ここはいけない。あー、あの船か。なんかいそう、この裏。いなかった。あー、原稿がある臭い。これ原稿じゃない？やっぱり。はい、原稿チェックの時間。そう、この第4章もね、結構原稿自体はね、かなりもう揃ってんだよね。アンダーソン兄弟、1976年。アンダーソン農場は狂気に包まれた。ろ過せずに使用したコールドロンレイクの湖水が自家製の密造酒に不思議な効果をもたらしたんだ。まるで神になった。神になった気分。オーディンは笑いが止まらず、自分の片目を。やべえ。トールは奇声を上げながら城まで駆け回り、稲妻を捕らえようとハンマーを振り回した。彼らの歌に宿った力が今、深淵に眠る古の存在を呼び覚まそうとしていた。完全にキチガイ兄弟じゃん。このバイキング船なら何でも壊せそうだ。何でも、ああ、あれで扉を壊すのかな。オッケーオッケー、いいねいいね。で、お、動いた動いた。よし、じゃあ次の目標は納屋を抜ける。ここもなんかある。オールドゴッズオブアースガルズラグナロックツアー1975。あ、これセットリスト違った。神々の怒りに。こういうからくり楽しいね。面白いよね、わかるとね。あ、これ何、全国ツアー的な感じかな。アンダーソン兄弟のツアーが書いてある。結構いろいろ言ってるんだけど。ワシントン、フロリダ、ルイジアナ州、ニューヨーク州、カリフォルニア州。結構あちこちに行ってる。人気あったのかな？日本ないじゃん。日本、これさすがに、日本アンダーソン兄弟知らないだろう。アメリカでも知らないだろうけど。あ、リチウムバッテリーって書いてあったよ。あ、でも満タンなんだよね、多分。あ、なんかいる。しかし、怖いものないから、自分。残念ながら。今の自分に怖いものなど何もない。
死ぬがいい。おお、余裕ですね。そう、もう弾がね本当に潤沢なので、こんだけあれば何も怖くない。余裕で、バッテリーもここにあるのでね、フルな状態でいける。今回は地形も、もうショットガンを使うあれでもない。ただなんかまた出てきそうだからな、一応発煙筒だけちょっと。どこいる？え？声はするけど、あ、こいつか。早いなこいつ。あ、テレビ、リボルバー、はい、テレビ鑑賞の時間、今日何かな。これ結構面白いんだよね。そう、ナイトスプリングス。夢のまた夢。この意味不なところがちょっと面白い。よし、さて行こう。こっち何もないかな。こっから行けそうだぜ、アラン。マジで？どこ？終わり。あ、チェックポイント。いい感じでチェックポイント通り過ぎたな。バリーどこ？バリー。ちょっと探索。犬小屋。そう、このね電気もね、当てると、敵に当てるとねダメージ与えられるんだよね。こんばんは。はい、まーちゃんこんばんは。今日もアランウェイクやってるよ。ポータルもやったけどね。
今からね、アンダーソン兄弟の家に向かいますよ。あのライブやってたね。ライブやってたっていうか、精神病院にね、入ってたあのアーティスト2人の家に向かいますよ。マリーどこ行った？あ、ここなんかコーヒーポットありそう、これ。ちょっと待った。なんか後ろいるね。なんかちょいちょい、よし、しかし今日は寒いすな。今日寒かった、本当。なんかね、昼間温度が上がらないって言ってたんだけど、こっちの方はね、そこまで寒くなかったんだよね。雪も降ってないし、雪が降ってきましたよ。降ってきた？マジか。みんな暖かくしてね。そしてね、暗くしてみて、ここね、真っ暗にして。よし、チェックポイント。自分は全然ビビらないけど、どうなの？これ見てる見てる人はどうなの？怖いの？まあ、そうでもないの。自分がそんな怖がってないから怖くないのかな。これ乗れないの？これ乗れない。シム姉さんやったらビビりそうだけどな。怖くはないけど、たまにびっくりする。びっくりする。本当に？マジか。怖くはないよね。見る。これ。大したもんだな、こりゃ。そうだ、こっから生きて帰れたら俺が奴らのマネージャーになってやる。うん、ネットでグッズ売ってテレビに出して新曲もだな。そうだね、人のホラゲー見るのは平気みたいね。ねえ、多分やったら全然違うんだろうね。自分見るのもやるのもあんまり変わらんけど。ダーン。そう、やっぱりここは若干ビビった方がいいのかね。ああみたいに。気をつけろ。何？やるのは無理ぽ。気をつけろって言われてんだけど、なんか出るってこと？でも大体これ玉ね、いつもね、最後は結局余ってるからな。割と使っていっていいんだろうな。よいしょ。全然余裕なんだけど。そっちも気をつけろよ。はい、コーヒーポット。ああってビビんなかった。ビビんないと。ちょっと演技していこう。まあ、アラフォーのビビリに需要があるのかどうかは知らんが。
バリーのためにサイロンドアを開ける。めんどくせえな。演技すんなし若干やっぱホラーなのでびっくりした方がいいのかなと思って。大爆笑, あそこに電気がある。オッケーオッケー。これ出てきそうだね。よっ大根役者大根言うなし。よし、あ、ラジオある。あ、ちょっと待って、なんかリチウムバッテリーいいね。大型ランタン来た。これでももともと大型ランタンだったような気がするけどよし、ラジオ、あの DJ さん、この人ずーっと放送してるんだけど、ね、A6 助かなんかなね、この人も。保安官代理のマリガンさんとソーントンさんがスタジオにおいでくださいました。ディオフェストが間近に迫って大爆笑。普段にお会いしてお忙しいんじゃありませんか。24時間ずっと喋ってるよ、この人。いや、実は別件の方が忙しくて。おい、現在捜査中の件は極秘事項だぞ、ソーントン。何も言ってませんよ。極秘事項ってこれ公共放送に載ってるけど大丈夫これ。昨年と比べていかがです。今年はそうでもないようですが、毎年この時期は大変ですよね。ああ、今年も大荒れですよ。赤い行為や長六助出すあたり年がバレます。六助みんな知ってるっしょ。そう、内容は例え、関西だと誰、増えてるんです。チャーリーハマーだっけ。わからんけど。飲酒問題にしてもますます低年齢化が進んでます。浜村淳か、チャーリーハマー。確かにそうだけど。浜村淳か、チャーリーハマーじゃなくて。何か言いかけたんだが、飲酒ですか。ああ、そうそう、確かにね。すれ間違えた。大人たちですよ。分別があるはずのね。もういいラジオ。ありがとう、浜村淳ですを聞きなされ。そうだね、関西はそうだよね、浜村淳だよね。よし、ここに電気があるよ。あ、ちょっと待って、リチウムバッテリーもいっぱいだからな。あー、ここもちょっと道具箱、アイテムボックスがある。あ、電源を先にね。はいはいはい、了解です。しかもラジオもフムじゃなくてアムってあたり。そう、やっぱりおっさんはね、AM だから。よし、これでね、電気がついたので、このエレベーターが使える。チャーリーさんは新喜劇の人ね、わら。そうだったね。相当くはない。元ロックスターの兄弟から得た情報を信じることに不安はなく。自分昔ね、昔っていうか福岡にいた時に、大阪に旅行に来て、新喜劇をね、友達と見に行った。面白かった。あの時誰が出てたかな、山田花子出てたような気がする。あ、リボルバー、ライフル、バッテリー、発煙筒、アイテムいっぱいあるな。こんだけあったら余裕なんですけど、って言うと来るよね、多分。フラグ立ててちゃった。そうだろう。なに?どこ行けばいいんだろう。痛いんですけど、ちょっと。聞かれた、わね。ねえ、これどこ行けばいいんだろう。目的地がわからんのだけど。目的地、ハーベスターを破壊するって書いてあるな。これ壊さないといけないのか。なるほどね。ちょっと待って、なんかいないこの人たち。何してんのこいつら。どうしようかな。発煙筒使おうかな。ザーマン
うすんだろう。なんかもう一台あったよね。何か使うのかな。痛い。なんとまあ、わら。ねえ。これ多分ライトだけじゃ多分、これでも乗れないもんね。これどうすんだろう。ちょっと発煙筒じゃなくて閃光手榴弾持って。嘘だろ。あ、ここになんかある。ここなんかあるよ。あ、死んだ。でもライトにまであと5分になりました。はい、余裕。ライト効いてるっぽいね。死んだね。でもライト効いてる臭いね。とりあえずザコ倒して、でライフルいっぱいあるから、これとで発煙筒じゃなくて閃光手榴弾でしょ、持ってとりあえずザコをまず蹴散らそう。ザコはどっから出てくるんだろうな。どこだ。あ、いるね、ここか。光だけでなんとかなるもんなのかね。痛いんですけど。痛い。これどうしたもんかね。周りをよく見て。周りをよく見るの？背中に目が欲しい。周りをよく見たらどうにかなる話？マジ？なんかあった？でもね、これライトつけてるんでね、できればね、照準外したくないんだよね。よいしょ。効いてんのかな、これ。効いてると思う？これ。あんま動かない方がいいのかな。どう？あ、いい。痛い。当たってる。当たったら死ぬな。これ弾とか効くと思う？避けたんで。
ですけど。じゃあ次枠行こう。ちょっと活路が若干見出せないな。雑魚敵をとりあえず全部倒せばいい感じなのかな。14まであと1分になりました。なかなか鬼ですね。ねえ、どうなんだ、周りの雑魚を倒せばいい感じなのかな。で最後、はい、おつおつお、次枠行くよ。はい、次枠行きますのでね、よかったらまた遊びに来てください。ジングルベルを鳴らすのは帰ってくるあなたです。 JR 東海。うま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 かちゃん、あ、年末ただいま。あ、これ P さんかな。はい、こんばんは。今日はね、アラームメイクやってるよ。次枠もやるのでね。次枠もやるのでね、よかったら見に来てください。おつおつ、はい、おつおつ、ちょっと苦労してる。おつおつ、から胸騒ぎチャーシュー新発売、その後誘惑ベジタブル。あのメガネスーパーがさらに 20% も安くなってしまう。初めての在庫一掃セール開催。メガネスーパー、あのメガネスーパーがさらに 20% も安くなってしまう。初めての在庫一掃セール開催。メガネスーパー。今度旭ヶ丘にリハウスしてきました白鳥玲子です。娘のハミングが聞こえる住み替えをリハウスと言います。三井のリハウス、リハウスで開催。アーモンドチョコとポッキーにハイブレンドが出た。ハイブレンド、ローブレンド、スクエアブレンド、まだ辞書に載ってないみたい。チョコレートのブレンドが新しいハイブレンド新発売、グリコから。カップスター食べたその日から。配信を開始しました。今カップスターがすごい。札幌一番カップスター、ずっと好きだったんだぜ。蘇れ私。はい、誰かの挨拶があったらそこからスタートします。資生堂インアンドーン誕生。奥さんすごいの、口コミ。普通の切ること立派なキノコ、味がいいのはどっち？どっちも一緒よ。そっちじゃない。こっちだ。立派なキノコ、北斗。ユッポー、遥かな彼方の宇宙の噂。行きたいようで焼けちゃいそうで。誰かと誰かのランデブー。見てたら誰か。ただいまです。来た来た、よし。はーい、これは誰かな。はい、まーちゃん、まこつ。よし、頑張ってやっていこう。どうなのかな、とりあえず雑魚全部片付けるか。ライトで倒せるみたいですよ。あ、やっぱライトなんだ。オッケー。とりあえず雑魚を一回全部で、どっちにしろちょっと雑魚がね出てくるんで、雑魚を倒したいな。結構いるな。
晴れてる晴れてる、ザマ。よし、あとはもう余裕。OK、これでいけたっしょ。いやはあ、余裕だぜ。で、バリーのために最後のドアを開ける。オッケーオッケー。で、サイロ。あ、とりあえず弾を取りに帰ろう。弾使ったんだね。ここで補充して、いいね、いいね、悪くないよ。あ、どこから入ったっけ、自分。あれ、どっから入ったっけ。あそこにもまだ武器があったんだけど、こっからじゃなかったっけ。ここは、あれ、もう帰れないの。壊されたんじゃないの。壊されたの？本当？なくなったのかな。まあこんだけあればいいか。ここの小屋アップにはなってたよね。ここはただ敵が出てきただけ。何もないのかな。何もない。あ、登る。で、わこ、はい、しも姉さん、わこ、いけたよ、いけた、いけた。ここなんか光ってんだけど。あ、サイロの鍵を取る。オッケー。あとは何もないかな。サイロってどこ？これ。あー、びっくりした。そこにいるのお前か。ああ、俺だ。待ってろ。待ってて。ああ、バリー、よかった。よし、行こうぜ。ちょっと待って、探索した。卵欲しいんだけど。まあでもいけるかな。オッケーオッケー。よっしゃ、バリー行こう。今からね、アンダーソン兄弟の家に行きますよ。まあ、家がどっか知らんけど。あ、バリーは、あ、いたいた。どうすの。はいはい、よいしょ。で、農場が見えてきたぜ。農場、ああ、あれでしょ。オッケーオッケー。この
まともじゃないぜ。これ農場だけじゃなくて全体的に まともじゃないんだけど、開き方笑ねえ、そこまでせんでも。え、待った、さあもう一回だ、やろうぜ。じゃあ、わあ、かわいい。あ、チェックポイント。ほら、なんかかわいい、これ。なんだろう、これ。さすがアーティスト。あ、なんか書いてある。読めない。オールドゴッズ、ノーザ、トゥルース。古い神様は真実を知ってるってこと？とりあえずちょっと外からね。ああ、なんか出てきそう。まあ、チェックポイント近いし大丈夫かな。何もいないね。何もいないし何もない。しょうがないな。家の中行くか。また早く行かないとバリに閉じ込められるからね。よし、バリ入るよ。はい。フライナー、ブレーカーはどこだ？ブレーカー？知らんがな。ブレーカーを探す。オッケーオッケー。調べる。1階の電気は消えていた。ブレーカーを探せばつけられそうだった。1階の電気は消えていた。ブレーカーを探せばつけられそうだった。ブレーカーね。あ、楽器がある。ドラムがある。すごいな。家の中にスタジオ、ライブ会場がある。ちょ、バリーも探して。あ、コーヒーポット。ないよ。あ、これまたライブのポスターがある。2階かな。あ、ここ行ってない。コーヒーポット。ほれ、電気つけようぜ。分かっとるかな。ちょ、邪魔。バリー邪魔。意外と綺麗だな。でもあの兄弟はずっと入院してたの？闇の住人が掃除してたんじゃないの。よいしょ。あ、原稿。今回原稿取得率高いな。よし、原稿チェック。今回結構頑張ってない？あと一個だけだもん。失われた時間の真相。再びアリスの悲鳴が夜の静寂を破った。ライトを持った自分がキャビンへと走っていく。トゥットゥルー、松湯です。に任せた。はい、玉城さん、こんばんは。そこには真実が隠されていた。アリスが消えた夜、これが全ての始まりだった。失われた1週間に何が起きたのか、今その謎が暴かれよう。トゥットゥルーのところはちゃんとボーイチェーン使わないといかんかった。ちょっと待って、やり直し。ちゃんと使わないと。ボイチェンがないんだけど。ボイチェンがない。ちょっと待って、ボイチェンどこ。ボイチェンがない。これだ。ちょっと待って、できるから。トゥットゥルー、松湯です。なったでしょ。よし、行こう。ででとか言わない。わらわらいらない。わらわらオッケー。ほら、オッケーって言ってくれた玉次郎さんが。あ、トゥットゥルーも入れとこう、ちゃんと。うまいし、入れとかないとね。
よし、ブレーカーついた。あ、音楽は鳴り始めた。玉次郎さん、ででって言われてるよ、玉次郎さん。ひどい。あの曲音源を探そう。あれがアンダーソン兄弟のメッセージなんだ。あの曲がメッセージ。よし、なんでわかるの。ああ、イカれたランプババア。それだ、間違いない。ちょっと待って、とりあえずここでギター弾いてみようか。弾けないんだね。よし、あ、レコードを聴く。挨拶だ、挨拶。そう、挨拶だよね。トゥットゥルー。愛する者を解き放つには魔女のキャビンの鍵がいる。レディー・オブ・ライトを探せ。そうなのですか、わら。そう、マユシーの挨拶はトゥットゥルーだから。それで、シンシア・ウィーバーを探そう。シンシア・ウィーバーって誰？ここに泊まって、夜が明け次第街に戻る。なあら、朝までは長いし、ちょっと息抜きしようや。いいね、いいね。おい、バリ、今は。飲もうぜ。それ合わないのか。絶対見つけようね。アリスとそれ合わないんだって。一生ついてんかな、兄弟。俺は作家だってんだ。誰か、誰かいるかと思ったら、アランの誰かいるかと思ったアランの縦看板だって。今のが一番びっくりしたわ。この酒何が入ってるんだ。脳みそが鼻から出そうだぜ。こいつのレシピを聞き出してで、それ湖の源泉らしいよ。ろ過してないんだって言ってたよさっき。待ってるってやな、心配すんな、うまくいくさ。バリはお気楽だね。でバリーは律儀に縦看板持ってくるよね。あれどこまで持っていくんだろう。このゲームの一番の謎なんだけど。また別世界に飛んだっぽい。ダイバーズ、あ、読めなかった。ちょっと待って、チェックポイントになって、ねえ、ちょっと若干、あ、アリスの声だよ。めんどくさいんだけど。いいよアリス、忘れよアリスのことは。そこには真実が隠されていた。潜在意識下に眠っていた記憶がアンダーソン兄弟の密造紙で蘇ったのだ。すげえアンダーソン兄弟。ホールズに到着した夜だった。アリスが消えた夜だ。真実を見届けるチャンスだった。過去に飛んだ。とりあえずもうアリスはいいよもう。ここに俺を連れ戻した得体の知れない力が俺を引き止めていた。すべてを見届け、真実を知るほかなかった。これちょっと見えない壁がある臭いんだけどこれ。この失われた記憶だけが手がかりだった、あの夜の真相を突き止めるため俺は過去の幻影を追った。やだな。そうそう、でもここのロッジに泊まったんだよね一番最初は。そう、ここに島があって、でこのロッジに泊まったの。でも現実世界ではこの島もないしロッジもないんだよね。あの時真っ暗なキャビンを見て驚いたのを思い出した。アリスが電気を消すはずはなかった。そう、アリスは闇が怖いから電気は消さないはずなんだよね。これ一人称視点なんだけど、自分の苦手な FPS になってるんだけど。
叫び声が。アリス、アリス。ちょっとちょ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 。アリスさん。これ三角木馬がある。あ、だら、ああ。真っ暗な湖に沈んでいるアリスが見えた気がしたんだ。あ、飛んだ。アリスを追って飛び込んだのが、おぼろげな記憶の最後だった。その後は、大破した車の中で目覚め、最初の原稿を見つけるところまで飛んでいた。え、時間飛びすぎじゃない？闇に飲まれたアリスを、俺は溺れ死んだと思い込んだ。アリス、ジャガーがアリスを、そして俺を捕らえた。ジャガー？アリス！罠だったのだ。あー、アリス。窓に人影が見えない。あ、ババア。アリス。あれは彼女じゃない。きっとそうよ。アリス！そう。闇の存在に触れられた俺は、ジャガーの闇の存在の言いなりだった。キャビンの中へ戻るって書いてある。戻っていいの？はい。どこかしら。ああ。2階の書斎は。アリス。きっとそう。彼女に謝るのよ。アリス。もうすぐ何もかも元通りになる。アリス。ここにはいない。いるわけがない。彼女が死んだの。溺れてね。普通に自分ただのカメラマンになってるんだけど。みんなあなたのせい、あなたの責任、あなたの力になろうとした彼女をあなたが殺した。ああ、まだ望みはある。コールドロンレイクは特別な場所。ここならあなたが結末を変えられる。原稿を書きなさい。原稿？私が教えてあげる。取り戻すのよ。あなたがそう書けば、すべてが元に戻る。アリスは人質で、原稿がその身の代金だったのだ。あ。ああ、書こう。書いて、アリスを取り戻す。怖いから。俺が書いたんだ。全て思い出した。闇の中で俺は書き続けた。丸一週間、ディパーチャーという小説を。やっぱ書いたんだ。ジャガーが絶えずささやきかけ、指示を出し、物語の中で確実に威力を増していった。アリスを救うためだと思っていた。だが、わずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。結末を書き終える前に、この恐ろしいホラー小説が完結し、闇が全てを飲み込む前に。全員は遠く弱っていたが、俺は彼を登場させ、その光が俺を救った。今だ。原稿に書かれた通り、この光で君を解放しよう。急げ。あれはすぐに気づき戻ってくる。この人が原稿を前もってどんどん準備してる人だよね。目覚めた時、俺は混乱し、恐怖と闇に蝕まれていた。俺は必死で逃げた。ひどく消耗させた。俺は衰弱しきっていた。これでオープニングにつながるのかな。
オープニングっていうか。俺を逃がした大将に全員は闇のさらなる深淵へと沈められた。だがそのおかげで束の間闇の力は弱まり、俺は逃げ切ることができたのだ。ここで事故に。でこれで繋がったのか。俺が書いた。俺のせいだ。まあ大先生。誰？スケは払ってもらうぜ。誰やねん。あ、第4章終わりかな。あー、ちょうどいいね、ちょうどいいよ。エピソード4完了。あだんだん謎が、パチパチパチ、空気を読むゲーム。ねえ、いい感じだね。ちゃんと枠内に終わったよ、綺麗に。これで次枠が第5章からいける。あと2章だよ、あと2章。でも謎がだんだんこう、なんていうの？空白の期間の出来事が埋められていってる感じはあるね。まあ、結局でも自分で書いてんだね、やっぱり。じわじわ分かってきたね。分かってきたね。分かってきたけど、やっぱ書いてんじゃんね。とりあえずね、いつもちょっとスキップするんですけど、これちょうどいいぐらいの枠なの、時間なので、ちょっとこのまま曲聴いていきますね。あのおばちゃんが気になる。あのおばちゃんはね、多分、あれどうなんだろうね。まあ、確かに、途中で、アランの原稿を手伝うみたいな感じのところはあったんだよね、言ってるところは。でも多分そうで、途中でそのアランの味方かなっていう感じも匂わせてたんだけど、多分違うんだろうね。終了まであと5分になりました。結局でもね、やっぱり弾めっちゃ持ったまんま持ち越しだね。これ弾次の章に持ち越せないんでね、結構使って大丈夫だな。カードは多分大変なんだろうけど、ノーマルは割と使って、ショットガンとかライフルは使って大丈夫っぽいな。あと2章。あ、玉城さんまだいるかな。ニーヤレプリカントどうかな。もうちょいで終わりそう。あれ終盤だよね。同じぐらいに終わるんじゃないかな。いるのだ、いるのだ。ニーヤレプリカントどう。あのペースでいったらもうちょいで終わり。メインだけでいった多分そうだよね。ウィキ見たらね、ストーリーもう自分多分5のところにいるんだけど、ストーリー6で終わりって書いてあったから。ただレベルがちょっと足りないっぽい気もするから、ちょっとレベル上げメインだけでいけば割と早いね。そうだよね、多分。なのでレベルがもしかしたら足りないかもしれないから、サブクエちょっとこなしつつレベル上げしていこうかなともちょっと思ってるんだけどね。まあ、多分それでもニーヤの方が若干早く終わるかな。ニーヤ終わったらね、何しようかなと思ってね、ちょっと考えてるね。ブラックオブドラゴンのワンって面白いって言ってたよね、昨日リスナーさん。ちょっとやってみよう、ちょっとそれに候補に入れようかなと思って。ワンは神ゲーって言ってたね。よし、じゃあ多分ね、5章始まりの、ここまでのアランウェイク
ホラー小説を書いたのは闇に操られた俺自身だった。ジャガーが絶えずささやきかけ指示を出し、物語の中で確実に威力を増していった。わずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。最高の芸術を生み出せる。あの湖には特別な力がある。でも今回は2本を交代交代でやってるから間があんまり空いてないから、ね、アリスをさらったのも闇だ。一刻も早くシンシアウィーバーに会わなくては。お前のせいさ、スケは払ってもらうぜ。たまに半年ぐらいぶりにやるあのアラン、あのワンダ、ワンダと巨像とかぐらい開くと大変だけど、1日2日ぐらいだと全然大丈夫。皆さん、ディアフェストの何がそんなに重要なのかと思われる向きもあるでしょうか。じゃあ次枠はね、ちょっとこれ多分途中で切れるかも。そうそう、結構1日2日だと大丈夫。じゃあ次枠はこれちょっともう一回オープニング最初からね見ていきますね。枠またぎになるので、はい、じゃあ次枠やっていきますので、よかったら時間ある方はまた遊びに来てください。はい、お疲れ様でした。じゃあ CM 流しときます。モモコ、ウサギの耳に。オツオツ、はい、オツオツ。なので好き嫌いは分かれるのです。自分うちね結構好きなんだけど。おつきゃれ。はい、おつきゃれ。ハイクオリティエンドハイファイ。マッサックス。日立のヒント商品です。僕のポテトはチン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 、ポテトマイクロマジック。レンジでチンすりゃアグアグオンオンチン。オツですの。はい、オツですの。わら、マイクロマジックポテト。本当に自分は多分耐性があるから大丈夫と思うけど。本当の名前はソフトインワン。一本でちゃんとリンスしてくれるシャンプーです。ソフトインワン。レッツバスルマン。オープンガーデスキンデアインシャン。ルオーに上げましょう。シュッ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 。全身プリプリバスルマンのスキンケア。きっと君は来ない。ジングルベルを鳴らすのは帰ってくるあなたです。 JR 東海。うま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 たちゃん。あ、年末いずれ時が来たら誰かが訪ね。原稿は全て消えている。あ、来年も。うまたちゃん。愛をしてください。胸騒ぎ。配信を開始しました。病状から胸騒ぎチャーシュー新発売。その後誘惑ベジタブル。ロマンティックに背伸びして。あのメガネスーパーがさらに 20% も安くなってしまう。初めての在庫一掃セール開催。メガネスーパー。ワコリンちゃん。はい、ワコリンシャン。はい、まーちゃんこんばんは。よし。じゃあ進めていこうかな。じゃあちょっとエピソード5、もう一回ね、あらすじから見ていきたいと思います。ここまでのアラン・ウェイク。ホラー小説を書いたのは闇に操られた俺自身だった。ジャガーが絶えずささやきかけ指示を出し、物語の中で確実に威力を増していった。わずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。最高の芸術を生み出せる。あの湖には特別な力がある。アーティストの想像力に感応して現実にしてしまう力だ。アリスをさらったのも闇だ。一刻も早くシンシア・ウィーバーに会わなくては。お前のせいさ、スケは払ってもらうぜ。エピソード5、クリッカー。どうやら今年は記録的な人出になりそうです。隣町のムーソフェストに負けない盛り上がりを期待しましょう。皆さん、ディアフェストの
何がそんなに重要なのかと思われる向きもあるでしょうが、私が思うに、つまりは心の触れ合いじゃないでしょうか。明日はいよいよ本番です。今夜はどうか平和にお過ごしください。っていうか、これ刑務所？待ってたわ。いずれ時が来たら誰かが訪ねてくる。トムがそう言ったの。そう書き残したの。あれは保険。私がずっと大事に守ってきた。光の中で。この辺りの風景は本当ツインピークスっぽいんだよね。ちょっと原稿は全て消えていた。あの捜査官が持っていったのだ。マジか。っていうか、なんで、もしかしてぶち込まれたのか。ぶち込まれたよ、これ。もう原稿もなくなったし、多分これナイチンゲールが見てる。ナイチンゲールが持ってるよ、これ。やばいやばい、やばいんだけど。出して、こっから出して。ビーバーに会いたい。歌の中のレディー・オブ・ライトは彼女だ。レディー・オブ・ライト、あのイカれたおばさんか。どっちにしろ今は無理だろ。マルタ・ババア。先に目を通しておきたいものが。来た来た来た、誰か。これ開けてくれる。ここ、ついに捕まえたぞ、作家先生。証拠はここにある。連邦捜査官の暗殺計画。連邦捜査官、それナイチンゲールのこと。分かったか、大先生。あなたの上司と話がしたいわ。そうそう、話がしたい。いろいろと事情があって、ね、俺はとにかく今はダメだ。そうはいかないわ、捜査官。あ、覚醒した。なんかウェイク、どうしたの？おい、正気か。罠に決まってるだろうが。やめて、もうここまでよ、ウェイク。あなたを信じるわ。マジで？ふざけるな。ナイチンゲール、口を挟むならまず酔いを覚まして。そう。これが正式な捜査であることを証明して。そう。おいおい！おい、中に戻れ。大先生、俺が生きてる限りお前を。待てよ。こいつ。あ、闇に。いいよ、いいよ。なんてこと。ライトだ。奴らと戦うにはライトがいる。そうそう、捜査官、それライト。あなたの所持品はオフィスにあるわ。ついてきて。はいはい。ちょっと待ってね。原稿を拾います。勝ち目はないぞ。はいはい。ちょっと待って。常用電源を入れるわ。よし、とりあえず原稿チェック。クリッカー。ナイチンゲール、原稿を読む。ナイチンゲールは原稿の意味を探ろうとした。支離滅裂で不可解だったが、すべて事実であり、あまりに正確すぎた。フラスコを取り出し酒を煽る。次の瞬間、まさにその通りの情景が記されたページに目を奪われた。めまいを覚えたのは酔いのせいではなかった。ナイチンゲール、闇の存在に襲撃される。状況は手に負えなくなりつつあった。自らの命に代えても阻止しようと発砲しかけた瞬間、ナイチンゲールは躊躇した。この場面も原稿に書かれていたのだ。原稿の内容を理解したら取り込まれるのね。物語の登場人物である恐怖に体が凍りついた。次の瞬間、背後から何者かが襲いかかり、彼は夜の闇へと連れ去られた。っていうか、多分この原稿に書いてあったんだと思う。闇に取り込まれることが。どこ？あ、コーヒーポット。開かない。これなんとかクララ。よし、開かない開かない。大丈夫？あ、電気ついた。で、ここ。おお、明るい明るい。どういうことなの？何が必要？全体的にいろいろ。それとシンシアウィーバーに会いたい。彼女が手がかりだ。そう、彼女が手がかりだか。了解。シンシアは閉鎖された発電。
発電所に住んでる？レスキュー用のヘリ？嫌です。武器がまだです。え、バリ置いていくの？16発と42発、フルだな。よし、オッケーオッケー。で、ライトあるし、ライト14個、バッテリーあるね。オッケーオッケー。いいんじゃないの？いいよ、いいよ。お父さん？これって秘密結社かい？頼むわね。電気がついたから大丈夫でしょ。彼らには警告しておく必要があるの。万一に備えて。バリ、万一に備えろ。迎えに来てくれんだよな。ヘリの準備ができ次第ね。ありがとう。オンに切るわ。よし、行こう。行きましょう。裏からよ。オッケーオッケー。ピザが食いたくなってきた。出前頼んでもいいかな。いいよいいよ。つけとけつけとけ。ちょっと待って、ここなんか入れる。あ、これ自分たちがいた部屋か。あ、チェックポイント。ナイチンゲールをさらったやつがゲートを壊したんだわ。制御ボックスは向こう側よ。制御ボックス？俺が行こう。向こう側からゲートを開けるから、保安官はここから援護してくれ。そう、援護するんだ。ピザが食いたくなってきた。ただいまですの。はい、おかえりですの。ピザいいね。自分も久しぶりにピザが食べたくなった。うちの近くにね、ピザ屋あるんだけど、くっそまずいの。田舎だからもうそこしかなくって、自分ね、あー、こっちの方ないのかな。ドミノピザ。あ、ドミノピザ、なんと残念な。そう、ドミノピザも好きなんだけど、自分福岡いた頃はね、カルフォルニアっていうピザ屋さん、チェーン店があって、そこが美味しくてね、よく頼んでたんだけど、ほんとね、こっちのねピザクソまずいの。ピザーラでもピザハットでも何でもいいからあればいいんだけど、なんかローカルのねちっちゃいピザ屋しかなくって、これ行けないんですけど、これ登るのかな。登れなかった。ほんと美味しいピザが食べたいんだけどな。なんかあるけどな。レストランで食べれば。レストラン？外行かないもん。サイゼリアはでも一応ね近くにあるんだけどね。え、どっから行くって言ったっけ？迷子になった。裏からって言ってたよね。ここ開かないし。どっから行くんだろう。ジャンプ。ここ越えていくのかな？登れない。ここは登れる？あ、ここは登れる。あ、いけるいける。わっこ。はい、ゆぐゆぐさん。あれ、久しぶりなような気がするよ、これ。アランウェイクだいぶ進んだよ。今日もう第5章。バッテリー。第6章までだからもうちょっとだよ。早いわ。早いよ。だいたい二日おきぐらいにやってるからね、結構早い。あの、荷上げしたあとももう結構ね、終盤。あ、ここ登れそう。だけど、使う。結構いろいろアランウェイクも謎がね、解明されてきてるよ。今どこ行ってるんだっけ？今なんかヘリポートでね、ババアのところに向かってる。鹿が。鹿？何しか。ここ出てきそうだね、なんか。でっかい鹿がいた。でっかい鹿がいるの？なんで？
どこに、あ、これ本当だ、かわいい、か、よし、あ、なんか落ちた、発煙筒、いいね、いいね、そういうのいいと思うよ。なんかね、イベント用だろうね、多分クリスマス。いや、可愛くない。可愛くなかった、ごめん。あ、なんか書いてある。読めない。うち英語堪能な人いたっけ？これ眩しくて見えないんだよね。We light, in light you can, heart, them.読めても分かんなかった、よし。よし、 OK。 結構あっちこっちにこれあるな、もしかしたら戦闘になるかもしれないんでね、ちょっと一応消せるだけ消しとかないとね。ほら、なんかいるいる。なんか飛んできてないこれ。そして誰も堪能ではないことが分かった。そうだね。おかしいな。あ、いた。I'm sorry, ヒデソーリー。あ、消えた。よかった。おかしい。うちの子もみんな堪能、英語堪能だと思ってたのに。あー、落ちる。あ、落ちた。なぜ、わら。なんとなく。またこっから嫌だな。ジャンプはこれ、よし、落ちないように、落ちないように、もうもう、あああああ、これ飛べるんじゃない、普通に、よしよし、いけた。保安官、さっきの伝言、ナイトスプリングスってどういう意味なんだ？前から言われてたのよ。あのドラマはこの街がモデルじゃないかって。へぇ。ここじゃ時々妙なことが起こるから、今回ほどじゃないけどね。そうなんだ。電気屋じゃないんだぞ、待っててくれ。よいしょ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 、いって、ビリッとした、ビリッてした。じゃあ行きましょう。まずは町役場よ。ヘリのキーがあるの。町役場、はいはい、ちょっと待ってくれる？あのね、ここにね、アイテムボックスがあるんだよね。発煙とバッテリー、リボルバーはいっぱい、よし、オッケー。あら、捜査官、はい、よし行こう。
いいよ。愛の共同作業っていう感じだね、これ。よし。よし、じゃあ行こう。町役場、サラさん？町役場の案内を。ちょっと待ってくれる？もうないっけ？あ、オッケー。よし。また出てきそうな気がするけどな。サラさん？来てる、ちゃんと。浮いてきそうなんだけど。大丈夫？ほら。ああ鹿ーね、悪くないよ。で、今度は楽勝じゃん。ねえ、余裕だね。サラ強い。今結構ね、弾がこんな感じで結構多いんでね、全然余裕。鹿は通過だけ。ねえ、鹿ビビらせただけなの、あれ。また出てきそうだね、ここ。ちょっともやがかかってる。サラめっちゃ慎重だね。いいね、いいね。そういうのいいと思う。ちょっと待って、サラさん。探索したい。ここ入りたい。リボルバー、バッテリー、ジュークボックス。ズーローの店じゃないの？そうそう。ここズーローのお店。俺がこの町に着いた時と同じことさ。お、大型フラッシュライト来た、これ。今思い出した。え、何思い出したって？え、歌微妙。ここ出てきそうな気がするんだけど。あ、原稿がある。よし、原稿チェック。間違えた。バリー保安官事務所にて。あ、バリー、そう、置いたままなんだよね。電話をかけまくり人を動かす。それはバリーが最も得意とすることだった。外で不気味な音がするたび肝を冷やしたが、あの美人保安官の頼みとあらば仕方ない。一度だけアランに催促のメールを送り、あとはひたすら電話をかけ続けたが、突然その指が凍りついた。どこかで窓ガラスが割れ、部屋の電気が消えた。マジか、電気消えてる。やばい。バリー大丈夫か。ギャー、やばいね、バリー。まあでも今はしょうがないね。そのままほっとこう。よし、よし、行こう。きっと鹿だ。鹿かなあ。あ、またなんか書いてある。フォロー。向こうに何かあるってことかなあ。おー、ふー、びっくりした。びっくりしてないけど。よし、いいよ。サラ強いね。いいよ、いいよ。よし、サラ先行するんだ。あ、なんかあるあるある。発煙筒。
バッテリーもいっぱいフルだもんな。あー出てきそうだな、これいるね。サラさんいますよ、そこ。ちょっと待った、余裕があればな、全然 OK なんだよね。あ、ちょ、サラさん、ちょっと待って。ここ。バッテリーも結構ね、使っても余るぐらいだからな。なんか鳴ってるよ。警報が鳴ってる。なんか来るね、多分。サラさん、なんか来ますよ、ここ。サラさん、ちょっとぼーっとするのやめて。まあ、ここ結構探索したいところがいっぱいあるんだけど、あそこ入りたい、まず。サラさん、あそこ行こう。はい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 、わかりました。こう行きたいのに。はいはい。ほらー。わらわら。待ち伏せだってよ、ほら。行こう。ここ狭くない？ちょっと。とりあえず発煙筒あるからね、発煙筒。あと5分になりました。よいいね、いいパートナーになれそうだ。ああちょ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 、まだいる。ちょっと待って、光のバリアをね。あ、ちょっとなんか近くにいるね。ナイス回避じゃないこれ。はいはいはい、わかりました。ほんな焦らせるから、ほら待ち伏せとか受けるんだからさ、もうちょっとゆっくり行こうよ。中華いいね。ブレーカーが壊されたので、キーを探すから適当にいじって。適当にいじる？電気屋ごっこはもうごめんだね。俺がキーを探そう。ミッション。キーは事務室よ。反対側の正面玄関。反対側の正面玄関の近く。よし、いいところでチェックポイント。
あ、原稿。よし、原稿チェック。闇の存在、束の間の交代。ワラジャガーの仮面をかぶった闇は激怒していた。原稿に書かれた物語通り、日増しにその力を強化してきたのに、光の出現によって小説家は逃亡し、自身も弱体化してしまった。力を取り戻すのは時間の問題だが、再び小説家を捕らえなければならなかった。ふんって言っちゃったよ。よし、じゃああと2分ぐらいなんでね、次枠じゃラストいきまーす。次枠ラストなので、まあよかったらまた見に来てくださーい。はい、じゃあ CM でーす。おつおつ、はい、おつおつ。日清焼きそば UFO。 おつおつ、はい、おつおつ。今日もでも結構いい感じで進んでるような気がするのだが、戦闘も割とこなれては来てるような気がするけど、はい、オツですの。贅沢だ。オス、贅沢微糖です。贅沢だ。これが噂のジューシーキツネ。なんか照れちゃうな。垂れちゃうな。うまさしみしみジューシーキツネ。キツネキツネとんべ。終了まであと1分になりました。後から見せるサクサクの新作。サク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 。天ぷら天ぷらどんべ。どんべで年越し。さてこの次もサービスサービス。病気に鉄分カルシウム、毎日コツコツ鉄骨飲料、いずれ血となる骨となる。そう、 CPP 配合サントリー鉄骨飲料新発売。好きなの好きなの打つ、欲しいの欲しい。ももこ、うさぎの耳になりたいな。くっきりハイクオリティエンドハイファイ。マッサックス。日立のヒント商品です。僕のポテトはチン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 、ポテトマイクロマジック。レンジでチンすりゃアグアグオンオンチンチン、ポテトマイクロマジック。大塚のマイクロマジックポテト新発売。マイクロマジック、レンジでチンするチンチンポテト。毎週500名様にオリジナルシャツが当たっちゃう。詳しくはお店でね。チャン・リン・シャン。チャン・リン・シャン、本当の名前はソフトインワン。配信を開始しました。次枠予約を無効にしました。はい、ゆぐゆぐさん、はい、まーちゃん、わくわく。はい、じゃあ今日のね、ラスワークです。じゃあよかったら最後までゆっくりしていってください。なに？なんか演説するところ？なんか鳴ってる。バリーからのメールだった。さすがに心細いらしく、急げと言ってきた。あ、原稿通り。もうすぐバリ襲われる。
急いで帰りたいけどね、こっちも忙しいんでね。よし、何、あ、なんかいる。あ、いた、ちょっと避けたんだけどな、今。風呂入ってきます。はい、行ってらっしゃい。何もないな。なんかこの辺りって言ってたよね。あ、おお。ランタンに切り替える、いいね。発煙筒、バッテリー、リボルバー。あ、先行手榴弾来た。ってことは多分敵出るんだろうな。ヘリのキー。保安官、キーを見つけた。見つけたよ。よし、ヘリ乗ろう、ヘリ。なになに？保安官？なぜ外に？え、なんで？逃げてきた。追いかけられとる。大丈夫なの？正面からは無理ね。迂回して裏でウィーラーと追っちゃいましょう。了解。よし、裏回ろう。とりあえずちょっと探索していい？もう武器はいらないんだけどな。まあ一応ここ郵便局って書いてある。閉まってる。なんかないかな。なんか書いてあるよ。チュ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 。待って。ここにね、なんか書いてある。トラストのワン。インザダーク。よくわからん。よし。マイク、見えたわ。変なオブジェもスルー。あとこいつか。回避。変なオブジェがあった。これでしょ。これでも何もないよ。これ誰？これアンダーソン兄弟。あ、なんか書いてある。かつては名もなき一交易所に過ぎなかったブライトフォールズが正式な町として、誕生したのはブライトフォール炭鉱社が採掘を開始した1878年のことだった。この時、毛皮漁師のヒューバート・ビルトモアとタコマ出身の開拓者アモス・ガンダーソンがこの地に郵便局兼酒場兼ホテルを開業した。へー。今日のブライトフォールズの繁栄はこの二人の献身が礎となってもたらされたものである。だって。へえ、そうなんだ。へえ。ねえ、へえって感じだね。今それどころじゃないんだけどね。で、サラさん、はい、先行きますよ。その先でウィーラーと合流できるわ。今すぐやめないと保安官を呼ぶぞ。あそこなんか。私よ、心配ないわ。誰、先生。サラか、来てくれてよかったよ。むやみに発砲しよって。これじゃいずれ死人が出るぞ。
ディアフェストが台無しだ。あー、お祭りのこと。おやすみなさい。あのジジイほっといていいの。まあいいけど。コーヒーポット、あなたが町に来たおかげでアレックス・ケーシーシリーズが飛ぶように売れたらしいわ。へえ、そうなんだ。今は小説の話はしたくなかった。印税がっぽり入ってくる。読む。アラン・ウェイクは描く現代の闇、ベストセラー犯罪小説アレックス・ケイシーシリーズ。ただいま。はい、P さん。はい、こんばんは。今日ら、これがラスワーク。結構いい感じで進んでるよ。詰まるところもなくスムーズに進んでるね。アレックス・ケイシー、まあ、などなど、全巻在庫あり、各巻20ドル、全巻セット100ドル。現在、ブライトフォールズに滞在中の著者、ウェイク氏に直筆サインをお願いするチャンスです。頑張ってサインしてね、印税稼がないと。よし。サインちょうだい。サインね、高いよ。原稿。よし、原稿チェック。シンシアの任務。シンシアは、時には折れそうな心を抱えながら懸命に準備を進めてきた。廃墟となった発電所に通い、物資の隠し場所には特殊な塗料で印をつけた。ああ。触れられ光に救われた彼女と同類の者のみが見える目印だった。来るべき戦争、光と闇との決戦に備え、防衛と補給線の確保が彼女の任務だった。あのババアがあの何塗料で書いてたってこと？そうなんだ。やるね、あのババア。よし。あ、ちょっと待って、2回あったよ。ただいま。はい、ケンちゃんこんばんは。今日はね、アランウェイク、これラスワークだけどね、めっちゃ進んでるよ。もう結構ね、終盤。今はね、ババアのところ行きます。ヘリを使って発電所に住んでるババアのところにね。バリーがいないぞ。バリーいないの？あ、発煙筒。バリーじゃない、ヘリもあっちの方角よ。あ、じゃあ向こう行こう。めっちゃなんか一人でに動いてんだけど、これ。あ、原稿。あ、違った、原稿じゃなかった。コーヒーポット。よし。サラと二人だからね、今楽勝だもんな。サラさん早い。ちょっと、もうちょっとゆっくり。もしかして NG になったかな。あ、なんか NG 引っかかってるよ。意外なところで引っかかってるからね、わからんよね。そう、普通に見たらなんてことない言葉でも引っかかってる時あるからね。あ、開いた。開いてない。中は僕です。あ、二人ともか。あ、来たよ。よーし、じゃあ戦闘態勢に入ろう。よし、サラ戦うのだ。まずはね、ドイツが早いかな、こいつかな。いいよいいよ、自分何もしなくていいよ。よいしょ。いいねいいね、余裕。でもまだ多分どっかいるな。まずい。助
分ババアで引っかかったかな。そう、 BBA は引っかかるからね今回。発煙筒あったな、ちょっと発煙筒使おう。あ、ここ、あ、フレアガン来た、これ。ちょっと待って、これ。これ、モロタで。ライフルにしようかな。ライフル5発か。ちょっとこれ、とりあえず使った後に、これもう一回取ろう。連呼するからだよ。ババアを。しょうがない。だって、ババアのところ行くんだもん。後でハワード牧師にこってり注意してこなきゃ。直しとけって言ったのに。よし来たよ。まあ、これ第一波は余裕なので。で、あそこにアイテムボックスあるからあんまり。いや、とりあえずこっち。これどこら辺がホラーなの？これホラーサスペンスだからね基本。こいつ早いな。暗かったらみんなホラーだ、わら。一人早いのいるな。バイオみたいな感じ。バイオとはちょっと違うかな。誰かもこの間バイオっぽいって言ってたけど、多分バイオとは全然多分違うと思うけどな。アクションはどうなんだろうな、似てるのかな。もうストーリーは全然ね違うけど。よし、バッテリーライフル開いた。はいはい、よし、オッケーオッケー。こう、ディアフェスタの前は一晩中つき。なぜ？そういう伝統なの。伝統、あ、原稿原稿、よし、原稿チェック。この原稿まあアランがね自分で書いた原稿なんですけど、まあ、一応この原稿の通りに現実が再現されていくので、小説家に物語を完結させる必要があった。これまで幾度となく接近しながら小説家を捉えられずにいたのだ。多分ね、ほら筋書きを逸脱できない。だが間接的に追いつじゃない感じがするのはね、自分が全然ビビってないからだと思う。それらをアランウェイク追跡の道具として利用した。多分シモ姉さんとかがすれば最強ホラーになると思う。もうすぐよ、地下を抜けて駐車場に出ましょう。オッケー。ああ、この状況で地下ってところが泣けるね。よし、ライフル、リボルバー、あそこ多分コーヒーポットかな。なんかいるね。よいしょ、なんかいるよ。
いいよいいよ。実際の心霊物以外はあんまり怖く感じないや、うん、ああそうケンちゃんはあれだね、持ってるんだった。そういえばそうそう、だから多分これは全然大丈夫じゃない。これホラーっていうよりこの闇の住人が出てくるぐらいだから多分全然大丈夫だと思う。こっち行けるね。そうだからなんていうの、まあ、自分が書いた通りの小説がを書いた通りの現実になるっていうだけなので、まあ、本当にサスペンスだからね、どっちかというと。おお誰だこれ、バリー、やるねバリー、いいよそういうの、いいと思う。そりゃクリスマスの電飾か。バリーいいよ、可愛いと思う。ヘリは駐車場の向こうの丘の上よ。光ってる。そのまま行くのバリー。あ、そう。シャレオツ。ね、シャレオツだ。可愛い。ちょっと待って。アイテム。ライフル、バッテリー、リボルバー、よし。で、装填して、OK。あ、どこ行った？あの二人。あれ、どこ行った？あ、そっか。うん。よし、行こう。とりあえずヘリに乗って、ババアのところまで行きたいな。ライトフォールズ雑貨店は世界中で一番ヒップな店だ。何言ってんだお前。このヘッドランプ最高だろ。こいつで照らせば一発で肩がつくぜ、はいはい、闇の国モルドールの炎の目だ。お前中二病か。闇はまずかったな。俺のヘッドランプはちょっとみんな早いから、まあ、原稿あるから、ここちゃんと、はい、原稿チェック。アリス闇に囚われる。アリスは声が枯れるまで叫び続けた。周囲の闇は冷たく濡れて悪意に満ち果てしない。彼女は闇の深淵に囚われた囚人だった。そうそう、最近笛遣いになったよ。おお、マジか。かすかに感じるアランの気配だった。フォーの笛とかまずいのに。紡ぎ出す言葉が点滅する影のように見えた。彼もまた彼女の気配を感じ必死で近づこうとしていた。あ、ここなんかある。これ発煙筒かな。オッケーオッケー。この3人は心強いな。ロケット弾のように飛んできた。もうチェックポイント。無免許かもしれないにわかパイロットのヘリに飛び乗り、さあ出発しよう、ナイトスプリングス。ちょっと待って、なんかね風の音がしてるんですけど。めっちゃ立つ。あそこ光があるよ。あそこでいいのかな。あ、なんか演奏しながら攻撃すると楽しいね。うん、まあね楽しいけどね。全部倒した。よし。オッケーオッケー。ジャンプ。21分か。
行けるかな。ヘリポートもうちょいなんだけどな。ヘリはこの先よ。離陸準備の時間がいるわ。時間がいるのか。フライトフォールズファイヤーデパートメント、デパート、めっちゃある。うーん、わちょっと待って。ってことは多分これ出るんだろうな。ガスボンベもあるしな。とりあえず出るね。自分ごめん買わない。出るみたいだね。出るね。だったらもうちょっと無理かな。これ乗っていいの？まだ？まだ乗れないの？あ、落ちた。うん、ちょっとフォーのまんまの仕様だったらやらないな。ちょっとストレスしか多分たまんないから。今の終わり方笑まだどんな要素が加わるか未定だから何とも言えないけどね。まあでも多分よくは、自分の中でも良くなんないだろうなっていうのあるからな。発掘、ギルクエ、あと、ノリ攻撃、もうこの辺りがあるんだったらちょっと無理かな。よいしょ。まだこれ、まだ乗れないんですよ。まだいるのか。あと5分なの？もうまだ？まだ乗れないの？乗るところまで行きたいんだけど。はいよ、はいよ。あ、いた、どっか。闇の住人、このアランが書いた設定の闇の住人戦ってる。え、もう乗れるって言ってた？まだ？まだ乗れないの？まだいるの？みたいなもの。いるいる。まだいるね。
フレアガン使っちゃった。よし乗ろう。よし、いいところで終われるんじゃないの。この町と真珠なんて勘弁してくれよ。よし、じゃあこれでチェックポイントが出ればそこで終わります。あ、よし出た。よし、というわけで次回はこのヘリでババアに会いに行きますね。いやー、今日もでも結構進んだ。いいとこで終わったね。はーい。いやー、いい感じで進んだんじゃないのこれ。